翔の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾芳郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾芳郎の音楽魂ということでですね、本日のゲスト山本恭司さん、イエイ、イエイ、どうもお久しぶりです。どうもどうもどうも、ね、しばらくです。はい、いやあのね、もう恭司さんがね来ていただいてすごいねことになってますね、スタジオなんかライブハウス状態になってライブハウスですね。ねえ、ね、やっぱり素晴らしいですね。背後からこれだけの圧を感じることもなかなかないことですけどもね。そうですよね、うん、それでもう圧をパワーに変えて頑張ります、ね、今日は楽しみですけどもね、今日はね残念ながら松下利美がね、ちょっと風邪ひきましてですね、ね、流行ってますね。そうそう、山本恭司さんに移しちゃいかんっていうことですね隣に変なおっさんが座ってた変なおっさん、たまちゃん、一応たまちゃんでね、はい、米子とかライブね見に来てくれたりとかね。そうそうそう、たまちゃん、はい、来てくれて、あれですよね、ただの酒飲みだけじゃないんですよ。あ、かそうなんですか。僕もスポンサーにもなってくれたんですけどね、一応リトアニアの、そうですね、あ、そうですよね、文化交流、うん、まあ、はい、あの窓口になってますね。ということで、ね、皆さんとねご一緒にねこうやって1時間行きたいと思うんですが、まずはV、 あ、 V バグね、ちょっと今年は大きな動きがあるんで、そうですね、じゃあね今年のスタートは V からしようかなと思いまして、うん、そこら辺のね話を後で伺うということで、はい、タイトルは Go Insane。
か。この勢い。懐かしい。久しぶりに聞きました、僕これ。これいつ頃のアルバムになりましたか。1983年ぐらい。4年。84年。うん。6年でした。あ、そうです。3年ぐらいから始まってんだもんね。86年です。バーバルサードですね。なるほどね。素晴らしいですね。はい、これがやっぱり今回再現をするということで。そうなんですよ。うん、13年前に、うん、トゥーデイズね。はいはい、あれは渋谷のアックスでしたっけね。アックスですね。で、V バウ再結成したんだけど、それ以来、うんうん、ついに今年ね、うん、それもね、今年が V バウのファーストアルバム、ビート・オブ・メタル・モーションってのがありまして、はいはい、それの発売40周年にも当たるんだね。うん、だからそういったこともあり、ちょっとまあね、うん、もう一回再結成でちゃんとやろうよっていう話になったのに、またちょっといろんなストーリーもあるんですけどもね。うん、まあとにかくね、6月の29、30と6月29、30、はい、はい、で川崎クラブチッタです、はい、ね、この辺の地元ですよね。そうですね、うん、でなんかちょうど明日の12時ぐらいからです。明日の正午から、うん、チケットの予約が始まるみたいな先着順らしいんで、うん、いやこれはね大変です ね、うん、ね、いやでもね、ちょっとまさかいや、いつかはねやらなきゃとは僕も思ってたし、うん、やりたいなとずっとそれを思ってたんですけどね、うん、まさかこのタイミングでねポンとねできるようになるとはね、うん、正直自分でもびっくりしました。うん、まあ僕一人でねやりたいと言ってもね、うん、叶うもんでもないし、うんうんうん、やっぱりメンバーのね、はいはい、まあ今実際に活動して残ってるメンバーでは僕とボーカルの瞳元気、うん、キーボードの厚みで、その3人がやっぱりちゃんと気持ちをね、うん、おしやろうよって3人がね、うん、一つにならない限りはできないんで ね、 で、 ね、でもね、そのきっかけを作ってくれたのはやっぱり去年5月にね、うん、実はねドラマーの新見俊博が亡くなっちゃったんですけども、はいはいはい、ちょっと病気で、うん、でも彼がなんかもう一回このご縁をつなげてくれたって気がしましてね、うん、だからなんか割と疎遠にはなってたんですね、はいはい、例えばB の場合はベースの金さんっているんですけど、はい、彼もそうだったし、元気も、うん、しばらくね会ってなかったんですけども、うん、まあ新見がなくなったっていうことでやっぱりね、うん、よく言うでしょ、会いたい人にはね会えるうちに会っとくべきだとかね、うん、やれるうちにやりたいことやっとくべきだってあるでしょ。そうですね、だからね新見がなんかそういうことでなんかもう、うん、正直言ってもう新見とは一緒に演奏できないわけなんで、この世ではね、うん、あの世ではまたね、うん、いつかみんな揃うと思うんですけどもね、うん、だからねそんなこともあってなんかみんなの気持ちをね、うん、ちょっと動かしてくれたような気がします。だから7年間例えばライブを誘ってもメールで誘ってもね、ライブに関しては返事をしなかった金さんってねベーシストが、うん、なんか急遽去年のね夏にね実はバウアウ紫チャーで、うん、はいはいはい、日比谷の野音やったんです。そうでしたね、タマちゃんも来てくれましたよね、うん、それでねそれも1977年の再現でやったんですけど、うん、それまあやれること自体奇跡だと思うんですけどもね、うん、でその時にねちょっとダメ元でまた金さんにね、うん、ちょっとこういうね、うん、77年の再現で B のバウアウやるんだけど、うん、見に来るだけでもいいから来てくんないって言ったんですよ、うんうん、そしたらね、あ、ベース弾かないんでいいんだったらライブ出てもいいよと、そんな返信が来まして、まあ金さんの場合は、まあ、もちろんベースも素晴らしいけど、うん、パフォーマーとしてもうすごいものがあるんで、だからね、あ、もちろんじゃあもうぜひ来てって言ったら本当ちゃんとねリハの終わりぐらいから来てくれて、うん、それでね参加してくれて、まあその時本当もう金さんの姿を見てやっぱり涙してくれるようなね、そんな人も大勢いましたし、うん、まあそれがまたつながって今度元気もね、うん、やっぱりいや V バウやるのは実際大変なんだよとはね前からも言ってるのは知ってたけども、うん、でも元気もなんかやろうよと、ね、うん、言ってくれて、で12月のね、あ、この間12月のクリスマスに、まあね、カノオ君もよくやってるブルームードで僕と厚見レイとライブやったんですけど、はい、その時もね、まあ、元気がゲストで出てくれるってことで、うんうん、であの時、まあ、もちろんね見に来られた方そしてメンバーもすごく喜んでたんだけど、うん、なんか楽屋で僕と元気2人になった時元気が一番喜んでたかもしれないなっていうぐらいのね、うん、なんかもうそんないろんなもう、うんうん、席を切ったようにいろんな話を、ね、してくれてね、うん、
ああなんかようやくねいろんな意味で、まあ、自分のね、うんまあ、いろん生きてきた、うん、そしてやってきたことね割といろんなことがもう一回ねできてきたつもりではいたんだけどなかなか V の方ではかなわないところがあったりとかしたんだけど、うん、これでなんかようやくね全てがいろんな形でなんか自分の生きてきた証をこれからもね、うん、もう一回ちゃんと再現できるようなね、うん、その辺ではまた新たな本当にスタートに立てたような感じがしてすごく嬉しいですね。やっぱりあの世代的に僕らって割と近いじゃないですか、うん、それで、まあ、僕もちょっと去年病気したりなんかしたんですけど、うんねあのまあ、そこで初めて気がつくんですけどもそのまあ、今までの自分を振り返るときに、うんうんまあ、ひょっとしたらもう会えないんじゃないかとかね、うん、で、僕は奇跡的に命を助けていただいて、うん今ここにいるんですけど、うん、前回会ったときに、うん、あれ10日後に僕手術したんだからねえびっくりあの時、うん、ちょっとすいませんこんな話で全然全然出血しててあの、うん、要するに、うん、肺がんなんだけどもそれが他のとこに転移してたのが、うん、腸から出血しててわヘモグロビンが3分の1ぐらいしかなかった、普通の人の酸素運んでくれないそれであーとか言ってたんだよいやでもあれからね、うん、ひょっとしたらもうその10日後ぐらいに手術して、うん、もう会えないかったかもしれないですね、うん、そうだよねもしかしたらねまあそれ黙ってたけどその手術をすることもね、うん、で その時点ではまだ見つかってなかったんですよわおどういうふうになってるかが、うん、である先生がそれを見つけて、うん、で紹介病院に紹介してもらって、うん、奇跡的にその外科手術をまずして助かったんですけど、うんうんねそれまあ、本当に生きて会えてよかったんだと思うなんかでも何度その死の淵から生還というか ね結構際どいとこ行ってますよね行ってます ね結構 ねもうあの全部抗がん剤の治療はしましたね外科手術と脳にも転移してたからわお脳も放射線であと、うんまあ、抗がん剤で、うん、肺もして、うんうん、全部なくなったんですよ素晴らしい半年 で、ね、で僕もねいろんなそういったね書き込みをね読んでて本当ねいつもその立ち向かう姿が本当感動的なぐらいすごいなと思ってたんだけどあとさらに朝風呂好きでしょ朝風呂お風呂好きなんですよ僕はね小原翔介さんの解消じゃないけど、うん、朝風呂は素晴らしいと思っててっていうのもあのがん細胞って40度以上で、はいはいはい、死んじゃうそういう話を聞くでしょう、ねうんうん、だからもし僕はまだね、うんうん、あの再現して健康なんだけど、うんうん、もしそうなったら、うん、なんか抗がん剤治療よりも、うんうん、なんかもう当時温泉で結構厚めのお湯にずっと使ってもう体温を40度以上上げてあえてちょっとインフルエンザともかかっちゃって熱いっぱい出しちゃって、うん、というのも手かななんてね、うん、密かに思ってたりするいやでもねやっぱりそうやってそのバウアウのねメンバーの方がまたね揃うのも、うんやっぱそういう時期だからっていうのはありますよねそうだねきっと ね僕もそういう時期が今で、うん、またあの新しくねいろんなことをトライしていきたいと思うんですけども、ねうん、だよねだから僕もね、うん、だからねあの、まあ、アルバムまたついこの間っていうか、まあ、10月なんだけど4年連続で作ったんですねそんなことはない今までなかったですね、うんうん、人生で、うんだからね要はだから今言ったことに近いかもしれないけど、はい、やれるうちになるほどいつかやれなくなっちゃう日は来ますからね、うんうん、やれるうちにそしてその気力があるうちに、うん、やっぱりどんどんね進んでいくべきだとだからライブ本数も、うん、この年齢になって毎年増加の一途をたどっているというか、ね、素晴らしいですよね2021年が100本でしたっけで2022年が110本2023年が公になっているので112本で今年はさどうなる毎年ねいやさすがにちょっとずつは減らすべきかななんて思ってんだけど、うん、なんだかんだ元気がねすごい華奢な体なんだけどもね今でもこう立ち姿とかがシュッてこう通っちゃってるからでしょいやそこは違うんだなとか思っちゃってね素晴らしいと思いますけどねだからねまあそれ本当前も言ったけど、うん、あの中学校
時とかね、3年間ぐらいきちっと体操部やってたんで、だからもう全身をね、あの頃にねちゃんと鍛えられた、もう全身運動ですからね、あれはね本当今になってね、あ、やっといてよかったなと思ってますね。うん、幸いなことにね、なんかまあ不良の事故で、ね、右手を骨折してしまったとか、もう本当もう僕のミスなんですけどね、そんなことあってもね、なんかそういった大きな病気は今んとこはしてないですね。素晴らしいですね、うん、ありがたいことに、ということでね、今日はね、あの皆さんお待ちかねだと思いますが、ちょっと生演奏、先ほどお話が出ましたが、はい、この新しいあ、アルバム、アルバムからマインドパワーズというね、おっとねえ、じゃあちょっとまあアルバムの話は後でするとして、はい、じゃあとりあえず1曲ちょっと手も少しかじかんでますがもうめちゃくちゃ勢いのあるやつ、じゃあ Let It Loose って曲生演奏します。よろしくお願いします、はい、投げ銭出すからみんな今から投げ銭にするからいや素晴らしいですよねやっぱりね。いやいや、ありがとうございます。やっぱりあのこの寒い時期ってどうですか、やっぱ指とかが、うん、ね、
ずっとね車運転してきたんで、はいはいはい、ちょっと冷たいまま固まってて、あそれはありますよね。ウォームアップしたいなってのあるんですけどね、まあしょうがないです。ギタリストの方ってね大変だと思いますよね。そうなんだよね、うん、先週はねしゅんちゃんだったんですけど、あ菊田氏ですけど、ね、うんうん、それで一度なんかブルースペスかなんかで一緒に、はい、青森のねやったし、あとはもう松江とかでもやったりとかしてるし、何度も実はもう10回とは言わないけどかなりやってますよ。ああそうでしたか、うん、あそうでしたか、そうか、旬はこの間は1曲目スライドだったんで指がかじかんでるのは全然 OK だったスライドにすればよかったかなそうかそうか。でもうん、このあれですか、アルバムはもうまあ、ライブ会場とか、うん、まあ、いろんなとこで、あもうライブ会場でもそうです ね、うん、ですね、売ってますし、あと僕のホームページとかでね調べてもらえれば、はいはいはい、うん、だからマインドパワーズといって要はね、まあ、心の力、うん、だからね多分加納君にもねその心の力があるからこうやって ね、えいって今ね、そうそう、戻ってきてると思うんですけども、ね、なんだろう、その僕も不思議なことがたくさんあって、うんうん、とても考えられないようなことで命が救われたりとか、そうです、ね、例えば転移した場所とかがちょっとでもずれてたらちょっと違うことになってたとか見つからなかったとか、運ですよね、要するに小腸とかあってもう見つかりにくいんだって、ああそれで大腸とかにもあったんだけども、それも綺麗に取れたし、うんうん、まあそういうこともあって、だから不思議ななんかあれがありますよね、うん、だからまだ生かされてるってことなんかね、うん、意味があるかもしれないですね、うん、もうろくでなしですけどね、 あと運だけじゃなくてね、その、うん、マインドパワー、要は気みたいなものもあってね、やっぱりね僕それがね何より勝つんじゃないかなと思ってんですけどね、うんうん、だからねがんセンターっていうか、うん、その先生が喜んじゃって早いから、うん、あ治るのが、うん、おお。でも絶対でも喜ぶのはいいんだけど、あなた絶対治りませんって言われた先生が喜んじゃってる本当にでもそれは嬉しいよね、そりゃね、だからそれぐらいのなんか絶対負けないっていうね、うん、気持ちがないとなかなかね、大丈夫、もう加納君見てたら絶対大丈夫です、きっと朝風呂ですよいや体を温めるのがね、うん、いいっていうのがありますよ ね、 そうね、うん、ということでですね、お便り今日松下くんいないんで、ああそうか、ちょっと僕すごいね、彼女の役割もね、老眼ってないんですか？ありますよ、もちろん、うん、もう老眼でね、これぐらい大きくしてもらわないと分かんない眼鏡かけた上でそう ね、今日これはもう渋いおはがき、これいただいてますよ、あ立体的な、これ京都のね京子さんからですね、いつも素晴らしいこういうね、今珍しいですよね、生きている、生きなければならぬ、うん、生きられる、ね、土屋徹さんの言葉が書いてありますけどね、素敵な一年でありますようにということで、いつもありがとうございます、素敵なね、うん、お便りいただきました、ということで、バックスちょっといきますか、カナオさん、としみさん、鈴木さん、まっちゃん、こんにちはということで、高知のひろしさんからですね、高知は、昨日からもったいないような雲一つない穏やかな晴天ですということで、金尾さん肺炎の回復は順調でしょうか、ね、肺炎もね治らないって言われてるんですけどもね割と順調ですね、うん、ね、うん、これ治らないって言われたらもう俺頭くるから何くそと思っちゃう、ロックな反骨精神ですよね、うん、いやでもね割と順調にいってますね、おかげさまで、うん、最初のシャウトもね絶好調でしたね、いやいやあれでね決まるみたいなんですよ、ね、青が言えなくなったら、ね、あ青がちょっと今日乗ってないみたいですねって言われて、ということでですね、くれぐれも無理をなさらずゆっくりと直して新しい CD もライブも楽しみしておりますということでね、ありがとうございます、今日は、恒例、例年恒例のゲスト山本恭司さん、いつも SNS で素晴らしいご活躍を拝見しております、うん、ありがとうございます、一昨年だったかなっていう野毛のセンセーションクラブセンセーションかな、野毛のああそこね、はいはい、生ライブを見て、ああ本当に、うん、ああじゃあフリースタイルジャムってやつですねきっとね、ああそうかそうか、道明くんとか、そうそう道明とやるやつ、そうですね、
しばらく最近道枝君も会ってないけどね、うん、元気ですよ。ついこの間、あれ、うん、先週先々週ぐらい、そうですよね、うん、そうそうそう、やったばっかりで。前ね、横浜20年ぐらい住んでたんだけど、その時はね、あの、うん、グリコ道明と一緒にやっていただいたことがあったんですね。あ、本当、うん、来月またグリコ道明とね、柏の方で、うんうん、やるんですけどね。あ、別のとこで、うん、あ、それいいですね。たまにね、あそこを飛び出して2度目ぐらいなんですけどね、うんうん、なるほどね。でもね、それもね、すごく面白いライブで、うんうん、本当にね、何も決めないんですよ、うんうん、だからパッと行ってリハーサルで、うん、一緒に音を出すのももったいないぐらい。要はパッと、うん、まあバランスだけ取るために少し出すけど、うん、その時なんかまあアドリブでパーってやっちゃうでしょ、うん、そしたらあまりもなんかそれがかっこよくなりすぎちゃって、うん、やめようやめようって言って本番に取っとくぐらい、うん、全て即興でやるんで、うん、誰かごとポンって出したらそれに合わせてなんかリズムが決まっていき、うん、そこでコードをね、まあ、例えばずっと、まあ、ベースが E を弾いてたら、うん、僕は例えばその上で E を弾いても、D を弾いても、C を弾いてもよかったりするし、うんうんうん、まあそんな感じで、うん、ね、あの、その場で即興で曲を作り、アレンジをし、歌も乗っけて、うん、そんなライブをやってるんです。はあ、これは素晴らしいよね。うん、それがこうみんなこう 見れるっていうかね、うん、もう曲とかね、まあ、僕が言うにはロックの生まれる瞬間に立ち会えるという、うん、そういうコンセプトのもとにやってるんですけどね。ということでね、この高知の方ですね、高知またあの来てくださいよということでね、うん、というお便りですね。今後のエネルギッシュの活躍にを楽しみにしております。ありがとうございます。高知の広瀬さん、ありがとうございます。ということで、加納さん、としみさん、もう一方いきましょうか。うん、米子のともちゃんです。あ、はいはい、ね、船越くんですね。あ、はいはい、船越さんみんな知ってるかもしれない。本当、あのドレッシングを、うん、あ、ドレッシング、ドレッシング、僕、米子でいただいたんですが、美味しかった。はい、あ、そうですか。ドレッシングの、まあ、ドレッシングのとか、毎回楽しい番組をありがとうございますというので、今週ゲストは山本恭司さん。今回も生演奏が楽しみですということで、年末の沼美さん、エリカさんね、ピアニストのね、はいはい、のライブは最高でしたということで、ね、ああ、そうか、わざわざね、見に来て、来月出雲もあの楽しみです。3月のライブですか。あ、そうだね、米子と松江で、あ、松江でやります。あ、それは3月で、2月はね、佐野史郎と、あの小泉役も朗読の調べというやつをね、また島根県で、志郎さんのね、はいはいはい、うん、あれは2月に、あ、そうですか、島根の安来でやりますね。あの、いろんなね、あのパターンでやられて、そうそうね、本当に一月もほぼ全部違うパターンとかあったりとかして、ね、もうその時はさすがに、ね、頭の中モード切り替えっていうのが結構大変ですね。ギリギリまで他のことはもう考えないようにしようとかね、もうそうやって努力して考えないようにしないと、うん、ね、つい気にしちゃうとね、ぐちゃぐちゃになっちゃうんでね。ということでね、うん、あの、お便り紹介しましたが、なんかあの生演奏やります？まあ、いいですよ。なんかね、さっき今日2曲やりますって言ったら、いや、もう1曲やってくださいって言われたんで、そう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 、じゃあ急遽、じゃあね、じゃあこれにしましょう。あ、ちょっと待ってくださいね。あ、じゃあラジオお聞きの皆さんもご存知の青毛バトとしても聞いてみようかなと思います。じゃあやってみます。あ、全然音が出てなかったですね。あ、そうか、 Bluetooth を切ってたいや、もうそういうのできる、僕できないからね。いや、今ね、すごいですね、メールとか LINE とか来ちゃいけないかなと思って、はいはい、もう機内モードをしてた、はい、そしたらね、はい、全部が切れてまして、ね、そうですね、じゃあこれで、これで、これで出るかな。出てない。ブルートゥースをオンにしなきゃいけなかった。あ、オンじゃない、あの、何でしたっけ、ま、なんとかペアリングしなきゃいけなかったんですね。そういうのね、その間ちょっといろいろ話をしててください。ということでね、じゃあもう一方、あの、お便りご紹介しましょうか。かなおさん、あ、こっちから来てます。皆様こんにちは、曇り空の博多ですという、これは博多のミキさんですね。いつもありがとうございます。
先週の新春スペシャル、いつもながら旬さんは、ね、素晴らしかったですねということでね、今週は、旬さんのバンドでゲスト活動もされたことある山本恭嗣さんですね、お帰りなさいませという、ね、はい、ただいま。最近はなかなか、かぶったり行こうと思った時に母親は体調崩したりしてライブに行けなくてすみません、ということでね、今日も最高に最高の演奏と歌で素晴らしい時間が過ごせます、じゃあ過ごせそうで楽しみですねということでね、博多の美希さんありがとうございます。はい、準備できました。はい、お待たせしました。ということでね、じゃあ曲いってみましょうか、はい、じゃあ青山とおとし。切るとね、弦がチューニングが、ね、もうぐちゃぐちゃになっちゃう、このバネで張力。なるほどね。じゃあちょっと何かやっといてもらって、ね、僕はあの弦を張り替える準備をしてきていいですか。あ、そう、今すぐ持って戻ってきますから。この中からちょっと一曲、あ、本当に聞かせてもらっていいですかね。じゃあそうしましょう。何を、何がいいですか。皆さんのリクエストがありましたら。短め、いや全然、じゃあショットインザダークを。これあれか、急遽ね、ちょっと今弦が切れましたんで、生放送というのはこういうところがいいんですよね。あのもうね、何があってもね、もう怖くないですね。もう毎回ね楽しい、何が起きるかっていうかね。ということで、これ何曲目でしたっけ。あ、うん。うん、はい、ただいま。ショットインザダーク。あ、違う、ごめんなさい。あ、うん、じゃあショットインザダーク。
ということでね、いやいや今ね、あの山本教授さん弦帰るね姿を見みんなじっくり見てたから、ね、すごいね、間に合うかなとまた思ってたんだよ、あれ弦新しい弦張り替えるんじゃないんだ、ずらしてね、そのままちょっとスライドして張っちゃったんだ、その弦を伸ばすのがね、楽でいいし、まあ早いですよね、そういうことできるんですね、はい、今ファンの方からちょっと初めて聞きました、はい、いいね、お金かかんなくていいじゃないですか、何回も何回もずらしてねそうとも言え、そうとも言えますね、いや素晴らしい、初めて見ましたけども、ね、これね、あのビデオも撮ってますので、この姿ビデオに入ってますよこれぜひこれはね、あれなかなかね、あの普段ない感じになりますからですね、ちょっとびっくりしました、ね、これが音楽魂のいいとこですね、あそうだよ ね、もう生の生たるゆえんですよね、これはね、一回ほら遅れてこられた時、あれもね今どこですかとか言ってね、あれも生放送のいいとこですよ ね、うん、いいですね、スリリングで、そう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 、何度もね、もう本当にねそういうのがいいですよね、今日じゃあちょっとなんかやりますか、僕歌おうかな、いいですね歌えるかな、うん、ね、今日は、父親がもう27年ぐらい前にも亡くなりましたけども、その時一緒にいれなくて、それ後に思い出の歌を作りました、風の中で立てっていうのを聞いてください、はいはい、いつも通りさこの街じゃ冷たい風が吹いていた、生まれたところもいつの日か知らない街になっていた、時はいつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの、つかむことすらできなくて、俺の体をすり抜けた春の嵐によく似てた、切なくても三年経ったら戻ってこいよと遠くで手を振った、
可能性にしたところで何も変わりはしないだろう。焦る気持ちは今じゃないけれど風に吹かれて歩くだけ夢の中で咲けこんな時代だから駅はいつでも束の間に消えるもの悲しみはいつしか通り過ぎるもの知らない曲で、ね、だから楽しいみたいな。いや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 、ありがとうございました。今日はね、山本恭嗣さん、お越しいただいておりますけどもですね。はい。まあ今後のライブ予定っていうのは明日からもうあるんですね。明日確かね、マジカル。明日はマジカルファンタジーで、アコースティックの無関西弾き語りのライブやります。エリキャスコマスね。うん、明後日がモリアっていうね、うん、ところで、はいはい、そっちは弾き語り弾きまくりギター三昧という前半アコースティック、うん、後半はエレキという、うんね、あとはもう本当今年はね B のバウアーも7月には、はい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 、スウェーデンのタイムトゥロックというね野外フェスに招聘されまして、はい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 、すごく楽しみです。さらにね紫も一緒に、ね、紫というとね、たまちゃんがねお友達 で、ね、僕この間、ね、あのまあ元々沖縄のねあれでこの間もねあの黒子にあの、うん、チビさんのライブ、うん、チビさんとも何年前に博多で会ってたんだけど。それでちょっと見に行って、ねえ、もう2時間叩きっぱなしで歌うからやりましたね。すごいですよねあのパワーね。大好きチビとても仲良しです、ねえそれ楽しみですね。ねすごい楽しみ本当に、ね、心強いしねまたね。そう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 、日本のバンドはね2つ出るっていうのがね素晴らしいですよ ね、 ね、だからね V バウもね6月にチタリアルでしょ、はいはい、だから本当もうまあもちろんねさっき佐野のやつも行ったし、はいはいはい、だから今年ももうセッションも含め、はい、いろんなのがありますね。あそうか今度下道の皆さんともねあるし、はい、それはいつ頃3月ぐらいですか4月かな4月だったような気がしますね。あそうですか4月4日それもね、うん、お楽しみいただきたいと思います。うん、ね、いっぱいあります。ということでね今日はねあの最後にね、うん、あの新しいアルバムの中からもう一曲ねもう一曲生で、はいね、やると思います。いかがでしょう皆さんもうね、ね、僕はねこの曲はね、はい、あの実はね加納くんに捧げようと思って。マジですか。うん、
あの本当ねいろんな、ねまあ、病気のこともあり、うんうんうん、でも本当ここまですごく力強くね、はいはいはい、そもう頑張っていいねこうやってやってくれてる、うん、なんかねそんなことはねこの曲が僕を僕が作った時にね、はい、なんかぴったり当てはまるような感じがしてなるほどなのでちょっと ありがとうございます捧げて、はいじゃあニューアルバム正座してじゃあマインドパワーズからオープンドアーズって曲やります、はい、よろしくお願いします。ボリューム10になってるのに音が出ないのはなぜ音が出ないというわかりましたわかりました、うん、あの僕はねあの携帯がもうまだ うまく使えなくて、ね、出ますか出ます多分これで、はい、あまたちょっと今小さかったねあまたI'm not afraid to die.
イエーイブラボーありがとうございます。最高でした、ちょうど時間となりましたね。うわ本当だ。山本教授さん今日はありがとうございました。皆さんもありがとうございました。良いお年をお迎えください。皆さんもありがとうございました。ありがとうございました。外の皆さんもありがとうございました。ありがとうございましたということでまた来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。